こんにちは。今回は前回に引き続いて個人的に気に入ってよく使っている食器を紹介しようと思います。で、前回の前編動画ではカップやグラスを紹介したんですけれども、今回の後編動画ではお皿などの器を紹介しようと思います。で、前回の動画のリンクも一応概要欄に貼っておくので、まあ、興味がある方はそちらも見てみてください。で、今回は個人的に好きで日々の食事で使い続けている作家さんの器をいくつか紹介するので、まあ、作家の器やあとは長く使えそうな食器に興味のある方はぜひ見てみてください。で、一つ目に紹介する食器は渡辺由紀さんの丼ですね。で、この丼はすごく使いやすいので個人的に気に入ってます。深さがあって、で、容量がたっぷりなので量がたくさん入るんですけれども、この器の径はそんなに大きくないのですごく持ちやすいですね。で、しかもとても軽い器なので取り回しもしやすいです。で、この縁の部分は外側に向けて広がっているので口当たりがすごく良くて、汁物なども飲みやすいですね。このシンプルな曲線的なデザインがしなやかさを醸し出していて個人的に好きですね。で、色はきなり色で柔らかい雰囲気があるのも料理が映えていいと思いますし、こういった丼は一つ持っておくとすごく重宝すると思います。で、次はこちらの小玉陶器のお皿を紹介しようと思うんですけれども、せっかくなので3枚紹介しようと思います。で、1つ目はこの使いやすい大きさの黒いプレートですね。この表面の光沢がすごくかっこよくて、わずかに釉薬のムラなどがあって、で、それが味になっているのでとても気に入ってます。で、この器は特にスイーツとかを食べる時に使いやすいので重宝してます。で、こちらのボールもこちらも小玉陶器のものなんですけれども、僕はこれをご飯茶碗として使ってます。この器はもともと抹茶を立てるための器みたいなんですけれども、これご飯を食べるのにちょうどいいんですよね。アシンメトリーな形がユニークで、で、縁がゴールドにカラーリングされていてすごく華やかです。ちょっとフェミニンな雰囲気がある器なんですけれども、使うと気分が上がるので好きですね。で、あとこの器はラテボールとしてもおすすめですね。少し大きめなのでたっぷりめにラテを作ることができますし、コーヒーとミルクの色が映えてすごく綺麗です。で、この小皿は今紹介したボールと同じデザインのものです。これ小さいけどすごくしっかりとしていて、ご飯の時に副菜とか漬物を入れるのにぴったりですね。シンプルなデザインで食材が映えるので気に入ってます。で、ちなみに小玉陶器の器は石膏型を使って作られているらしいです。で、僕は以前は石膏型を使った焼き物がそんなに好きではなかったんですけれども、小玉陶器の焼き物を使ってからは結構好きになりましたね。そんな感じで自分の視野を広げてくれた器として、とても気に入ってます。で、3つ目に紹介するのはこちらの木岡工堂さんのボールですね。これは釉薬の雰囲気とか、綺麗な青色がすごくいいなって思う器なんですけれども、使ってみるとそれ以上に使い勝手がとてもいいことに気づくような器ですね。このボールの深さであるとか、あとは手に持った時の感触が絶妙にいいので、日々使う際にストレスが全くないです。で、どんな料理にも使えて汎用性が高いですし、すごく洗いやすい器なので後片付けもしやすいですね。で、このグラデーションがすごく綺麗で存在感があるんですけれども、どこか控えめな感じもして派手すぎないので、長い期間使っても飽きが来ないです。かなり気に入ってます。で、4つ目に紹介するのがこちらの都築明さんの器ですね。で、都築さんの器はこの2種類持ってるんですけれども、どちらも使いやすくて料理が映えるので気に入ってます。で、こちらの真っ黒のお皿は小さいので小鉢として使うのにおすすめですね。で、こちらの少し青みがかった器は少し浅めのお皿ですね。これに肉じゃがとか盛ると美味しそうに見えるのでハマってます。で、都築さんの器はこういった黒が多いんですけれども、一口に黒といっても器によって微妙な色の違いがあるので楽しいですね。
でもちろん色だけじゃなくて使いやすさも考慮されているので、まあ、使いやすさを求める方にもおすすめできる器だと思います。で5つ目に紹介するのはこちらの角掛正史さんの大皿ですね。僕大皿はあんまり持ってないんですけれども、このお皿はインパクトのある深い青色が綺麗ですごく気に入ってます。なんかこう宇宙を連想させるような深い青がかっこいいですよね。でこれ大きめのお皿で少し重たいんですけれども、まあ、大きいのでメインディッシュ系の料理はほぼ何でも乗せることができますし、この器一つで主役になるような存在感が気に入っています。まあ、こういった大皿も1枚持っておくと便利な場面があると思うので、この角掛さんのお皿はおすすめですね。で6つ目に紹介する作家さんの器は柳川明子さんのリム皿と、あとちょっと深めの楕円形のボールですね。これどちらもちょっと淡いグリーンのような色味のある磁器製の白い器なんですけれども、このリム皿の方は少しマットな質感で、でこちらのボールの方はツヤ感があります。でこのリム皿はサイズ的に小さめなので使いやすくてすごく便利ですね。でこのボールはそこそこ深さがあるお皿なので、サラダやカレーなどにおすすめです。でまあ磁器製のお皿で素材的にも色的にもスタイリッシュさを感じられるので、食卓が引き締まる感じがしていいと思います。で7つ目に紹介する作家さんの器は小山信彦さんの小引きの丸碗ですね。この真っ白な見た目が本当に綺麗で料理がすごく映えます。まあこれぐらいのサイズの小さい鉢を持っていると、ちょっとした料理や果物を入れるのに役立つと思います。でこれ小引きの器なのでシミになりやすいデメリットはあるんですけれども、佇まいがすごく上品なので、あのすごく引き込まれてしまうようなデザインです。こういったものも持っておくと食事の楽しみが広がると思うのでいいと思います。で最後に紹介するのは 1+0 のリムプレートですね。この 1+0 は伊藤寛さんっていう陶芸家の方がプロデュースされている食器のブランドですね。すごくどっしりとした迫力があるんですけれども、一方で細部まで丁寧に作り込まれています。お皿自体の実用性が高くて、で適度な軽さで持ちやすいですし、このリムの角度もあのスプーンを当てた時にフィットするようになってます。でこのお皿はまあそこそこ大きいので、一人分のメイン料理を盛り付けるのに最適だと思います。個人的にはカレー皿とか、あとはモーニングのプレートとしてぴったりかなって思いますね。でカラーはクリーム色で、まあ、料理の雰囲気を邪魔せずに引き立ててくれると思うので、シンプルで使いやすいと思います。はい、そんな感じで今回はおすすめの器について紹介しました。で今回も作家の器ばかりを紹介したんですけれども、デザイン的にも質感的にも料理が引き立つお皿が多かったと思いますし、食事の時間が楽しくなる器ばかりだと思います。で作家の器は愛着が湧いて長く使いたくなると思うので、ぜひチェックしてみてほしいです。でちなみに前回の動画ではグラスやカップを紹介していて、まあ、そちらも概要欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。ではまた。